はい、今日はブラッククローバーのアスタくんを作っていこうと思います。まずはね、襟の部分、服の襟の部分から作っていきます。まずはね、黄色の紙を貼って、その上にね、ちょっと濃い黄色を重ねて影を作っていきます。で、ここがね、襟の青いパーツとなっています。結構ね、とんがっててかっこいい襟の服を着ていますね、アスタくん。で、主人公のね、アスタくんはね、魔法帝を目指すべく黒の防御に入団したキャラクターとなっています。今はね、顔を作っています。影をね、顔に貼ってってね、形を出していきます。今回ね、影がね、結構かっこいい形をしてて、貼っててね、楽しかったんだよね。こんな感じで眉間にもね、影つけてあげて、おでこのところにも影をつけてあげて形を出していきます。口はね、開いた口を作って、活発なね、男の子を表現していきます。でね、アスタはね、育ったね、場所がね、クローバー王国って言ってね、なんか、大都会があるんだけど、その端っこにあるハージ村っていうところの個人の教会で拾われた、キャラクターとなっていますね。ね、母親がね、分かっていなくて拾われたキャラクターですね。今、貼ってるのがね、悪魔の力を利用した、アスタになるので、あのね、模様が今、目の横に貼ってあります。そして目はね、白の紙を貼ることで瞳を表現していきます。灰色の部分はね、影となっていて、こうすることでね、結構立体に見ることができます。でね、アスタくんの目はね、緑と赤でね、今回はね、オッドアイの目をしていますね。なんでオッドアイかというと、悪魔のね、力を借りてるので、片目だけね、赤になっています。で、今から髪の毛を貼っていきます。髪の毛はね、灰色で先に全体的なバランスを決めてから、白い髪を貼ってね、ハイライトを入れていきます。こうするとね、なんだろう、躍動感が出て結構かっこいい髪型になる気がします。で、悪魔の力を借りているので、黒のね、髪を貼っていきます。こんな感じかな。今回ね、アスタくんのはね、バンダナをしてるんだけど、髪の毛とね、バンダナの色がね、黒黒同士だからね、どうやって作ろうかなって思った時に、このね、隙間、灰色の部分の隙間をね、作ってね、髪の毛とね、合体しないようにしてバンダナを表現しています。今バンダナ作ってるよ。でね、こんな感じで、最後にね、黒の防御のワッペンっていうのかな、マークを貼ってあげて、折り紙で作る部分はこれで完成になります。今からね、ペン入れをしていきます。ペン入れはね、先導紙とか強弱をつけるために書いていきます。こうすると結構かっこよくなってね、僕も楽しくていつも書いています。でね、ブラッククローバーはね、グリモワールって言って魔法をね、強化する本があるんだけど、15歳になると全国各地でグリモワールの自由式があって、グリモワールはね、様々で、大きい本からメモ帳のようなね、小さいものまであるんだけど、アスタはね、魔力がゼロであったため、魔法が使えないどころかグリモワールさえ授与されませんでした。結構悲しい過去があるんだよね。でね、アスタはね、落ち込みますが、へたれずにさえ来年、再来年でもね、グリモワールを待つことにするんだけど、その時にね、一緒に育った、捨てられたっていうか、孤児院で拾われた、リノっていう子がいるんだけど、その子がね、盗賊に襲われて、アスタがね、助けるんだけど、敗北しちゃうんだよね。この時にね、この盗賊に、アスタがね、魔力が全くないってことをね、この時に、ね、知っちゃって、もうグリモワール手に入らないんだっていう落ち込みと敗北したことによってね、今日落ち込むんだけど、ユノがね、アスタは俺のライバルだっていうね、言葉を言ってアスタは復活して、その時にね、アスタの気持ちに応えるようにボロボロのね、グリモワールがね、アスタの元へ届いて、大きな剣で盗賊を倒します。で、今ね、最終確認でね、こうやってペンで書いて調整して、かっこよくマークも書いてあげます。はい、これで大体完成になります。でね、まだ喋りたいことあるから喋るんだけど、グリモワールはね、クローバーの数が描かれていて、葉の数によってね、意味があるんだけど、1枚が誠実で、2枚が希望、3枚が愛で、4枚がさらに希望が宿るって言われてて、アスタのね、グリモワールはね、ボロボロなんだけど、5枚の葉が描かれていて、5枚目の意味が、悪魔が宿る、悪魔が住むって言われてて、アスタはね、このね、悪魔をね、利用してどんどんストーリーを進めていきます。はい、ありがとうございました。